extra name. パチンコで前回のリベンジをやるぞというとこですけど、エヴァを打ちたいと思います。明日への方向、ここで決める。よし、勝った。一回転です。あー、昇格しない。これだけ持ち玉あれば大丈夫じゃないかな。飲まれてもマイナス7000円だもんなっていう考え方は本当は良くないんですよね。飲まれてもマイナスいくらだしみたいな、まるでマイナスいくらは負けじゃないみたいな考え方でいくといけないんでね。一応投資を玉数でいうと1750なので、そこまでは回しても負けじゃないですね。ディスクアップ打ちます。残り時間まだあるんですけど、ちょっと、トントンぐらいに持っていきたいですね。頑張ります。お、ビッグでお願いします。よしよし、引けた引けた。63ゲーム、まあまあ乗った。こういう時はね、でもダンスタイムに入らないんですよ、この不調な時は。でも入ってくれ。お、出た。あー、入っただけ。ゲゲ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 。あー、おお、さっきの当たってた。あー、レギュラー26ゲーム。ラジカセでスタスタするやつ、熱いパターン。おお、よし、2回分入れ。お、入りそう。おお、90はでかい。あー、これしかね。
まあまあ乗ったぞ。48ゲーム。アフロデディしか出てこない。579枚、待望のハイパーが引けてよかったです。下じゃらいっぱい。196回転回してます。あー、ブルブル来ました。レバブルです。当たるかな。ここは当てときたい。まあ、レバブル確か 70% ぐらいありましたもんね、信頼度。いや、こういうところよ。まだ持ち玉2000発ちょっとあるんで、プラスはプラスです。なので、ここで当てて、もう一回しぶきチャンスいけば、もう楽勝、今日は。こう、いけいけ。6、7。いや、さすがに期待していいんじゃないか。わあ、バッケン。あー、今日初めて来ました。レバブルプラスバッケンでしょう。当たってよ。タイトルは普通でしたね。ゴールド。さあ、ちょうど確率ぐらいの回転数で激アツ演出やってまいりました。頼むぞー、行かせー。よし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 、2回目の当たりになります。さあ、あとはシーフォギアチャンス GX つかみ取れればもう今日は勝ちです。やっぱライトミドルいいっすね。そう簡単じゃないですけど、そこそこ当てれて、そこそこ出玉にも期待が持てる。はい、おー、いきなり来たよ。ただの響きじゃありません。1回転目、先ほども1回転目でしたけどね。まあ変わらずとも大丈夫でしょう。1回転目で決めますよ。大丈夫。2回目のシーフォギアチャンス GX です。最高ですね。よし、頑張ろう。さあ、本日2回目のシンフォギアチャンス GX です。さあ、8点です。
あら、ワンラインか。今日は3ラインが1回も見れないな。カットイン入りました。3連目、よし、3連目。霜降りの霜降り明星の粗品さんが鍵盤ハーモニカでこのシンフォギアの音を出してたのを当てるたびに思い出すんですよ。あれが面白くて。ここは4ラウンドでございました。まあでもこの後もう1回10ラウンド取れれば、最初のシンフォギアチャンスが終わった時に持ってた球を上回ってきますんで、あと1回10ラウンド取ればすごくいい。今これで3連目が終わったとこですね。4連目なるか。あと1回、あと1回10ラウンドお願いします。連打の方がいいな。頼む。うわー、なんでワンラインしか来ないんだろう。ちょっと厳しいかもな。でもお願い、まだ足りない。お願い。ああ、弱すぎるぞ、こんなんで終わったら。3連2326で終わるかどうか。流れ星お願い、あと2回ラスト。ああ、終わった。いやー、全然伸ばせなかったですね。悔しい。まあプラスはプラスです、プラスはプラスです。4000ぐらい持ってるんで、弾4000発ぐらい。まあちょっとね、内藤スペックで当たりが引けないのは残念ですけど、さすがに200回転近く回して当たりが引けないとなると、もうこれ以上折ってもですね、まあせっかくのプラスをなくしてしまいますので、交換玉数2500玉というところでやめたいと思います。1750玉が投手分になるので、プラス750玉というところで、私はこれで終了です。ありがとうございました。時間になりましたので実戦終了したいと思います。今日はちょっとねやれなかったんですけど、最後ディスクでまた助けられました。もうちょっとこれを打てなくなってしまうと思うと寂しいんですけれども、ファイナルディスクできたんで満足しております。お疲れ様でした。はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、面白いですね、やっぱりパチンコは。そうですか、何ですかそのテンションの低さは。もしかしてまたやらかしました。そうですね、ちょっと単発も引いたんで。あ、そっか、1回当ててらっしゃったけど、結局当たりはあの1回だけ、はい、ST なしで、はい、結構やられたんじゃないですか。でもその後ディスクで当ててましたよね。はい、ディスクで遊んでました。遊んでました。じゃあ収支の方教えていただきましょうか。はい、投資が17,500円、はい、ほうで598枚回収してマイナス207枚。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。私審査はプラスでございます。まあシンフォギアがね、7000円で当たって5000発ぐらい出て、その後また持ち玉でもう一回シンフォギアチャンス入ってっていう感じだったので、まあ危なげないという感じだったんですけど、収支の方は結局最後玉減らして2500発しか交換できなかったので、プラス750玉というところで、うん、まあ実は1月6日にして今年の初勝利になりますので。あ、よかったです。というわけで今回はですね、私シーサの勝利を予想された方の中から抽選で1名様にアマギフ5000円分プレゼントさせていただきますので、当選された方、ぜひ
個線分で合流していただきたいと思います。さあというわけで今回ね、はい、気候なキスラ川西店さんお邪魔しましたけれども、まあ我々収録は午後からだったんですが朝一からお邪魔してまして、まあやっぱりねスロットコーナーは、まあ5号機それからまあ6号機の寝台中心に早かったんですけど、パチンコはもうねエヴァの人気がすごいですね。やっぱりね、いや本当空き台待ちって感じだったんで、なかったですよね、はい、平山さんが打ってる時も空き台ゼロで、うん、空いたらすぐ次の方が座るという感じで ね、 そうですね、非常にやっぱりまあ寝台中心に人気の高いお店となっておりますので、川西地区キコーナグループ数店舗ありますので、ぜひこちらキコーナキセラ川西店さんにも注目していただきたいと思います。それでは平山さん次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら。